It's me, メル。今日はまた大阪に戻ってきました。大阪で用事ができて急遽数日間大阪に来てます。今日は初めて大阪の食べ歩きをしようと思います。日本はご当地グルメということがありますので、大阪の有名なストリートフードを楽しんできます。新世界で始まり、道頓堀まで行こうと思います。最初の観光スポットは通天閣というタワーです。入ったところにいろんな面白い関西弁が書いてありました。いろいろ勉強になりました。一番上までは158メートルです。スライダーもありますけど、皆さんこのスライドをやったことありますか？エレベーターのテーマはロケットローンチです。登った下。東向くと上から動物園が見れます。あ、ゼブラ、ゼブラで無料で動物園見てる。無料じゃないすごい観光ができる。ここから下の階ではうまい棒のスポンサーがついてるらしいです。うまい棒は40年以上1本10円でした。で、2年前に12円になりました。アップルシナモンパイ。ギフトショップにいろんな面白いものがありましたけど、このガリコのジャイアントポッキーに憧れました。ジャイアントポッキー食べてみます。たらーん。まあ普通のポッキーだけどでっかいもん。美味しいよ。じゃあうまい棒も食べてみよう。いろんな面白い味上に広告されて食べたくなった。うまい棒を食べたくなりました。近くにうまい棒の店がありますので、この中に珍しい種類とか食べたことない種類を買おうと思います。イギリスのアジアのスーパーでも売ってることを見たことあります。美味しそう。うん、めっちゃ美味しい。え、すごっ。牛タン食べたくなってきた。ハラミ。うん、本当にサラミ。焼き鳥ちょっと食べてみます。おー、色もやばい。焼き鳥っぽい。匂いはすごい。玉ねぎのカツと牛串カツを注文しました。ビールと一緒に食べます。
私、玉ねぎ大好きです。このカツを辛いソースにかけましょう。牛の串カツもすごく美味しいです。私はよくいろんなところで動画撮ってますけど、みんなさん旅行の時に何か気をつけることありますか？私はオンラインセキュリティを気をつけてます。パブリック Wi-Fi とつながることだけじゃなくて常に VPN を使ってます。今日の動画のスポンサーは NordVPN です。NordVPN はウェブブラウジング、動画ストリーミング、ゲーム、ネットショッピングなど安全にネット上で活動できるように保護する盾のような存在です。セキュリティだけじゃなくて違う国の VPN を選ぶと、例えば私はイギリス限定のテレビやコンテンツを見れます。あとメッシュネットワークという NordVPN に含まれるプライベートネットワークを安全にする機能を使ってます。無制限で携帯からパソコンにファイルを送れます。30日間の返金保証があるからリスクなしでお試しできます。クーポンコードメルちゃんで概要欄のリンクからアクセスすると2年プランが大幅割引プラス4ヶ月延長。 NordVPN ぜひ使ってみてください。トトンボリまでたどり着きました。歩きながらこのいちご串を見て絶対食べないといけないだと思ってました。すごく美味しい。甘い。え、それ海苔なの？ドン・キホーテ観覧車あるみたいです。今日は閉まってますけど、今度乗りたい。次は大阪の名物の一つ、たこ焼きを食べようと思います。かつお節動いてる。いただきます。熱すぎるかも。めっちゃ熱い。たこ落ちた。私最近教習所を通ってます。で数週間前に仮免を取りました。そろそろ運転免許を取れると思います。あげないよ。ん？あげないよ。ん？毎回タコ逆が分かるんだよ。取ったらどこに行ってほしいですか？おすすめがありますか？私イギリスでまだ運転免許を取ったことないので本当に初めてです。近くにいろんな人この綺麗なアイスを食べたので私も気になったんです。ソフトクリームは2つの味、チョコかクリームの味です。そこからコーンもチョコかクリームから選べます。私はミックスのソフトと普通のコーンを選びました。一番人気らしいです。クリームの味すごく美味しくて、チョコ側もビトチョコになります。まですごく美味しかった。きたー。ドトンボリの有名なグリコの看板までたどり着きました。あえて隣の看板の
チーズのさえのやってみました。大阪はいろいろあってかなり住みやすそうです。みんなさん、どこの町は一番住みやすいと思いますか？ぜひコメントで教えてください。箸でいろんな面白い人もいました。大阪の餃子も有名です。大阪王将に来ました。いただきます。目の前にカウンターでスタッフのお姉さんは餃子作ってるところを見ました。作りたてで嬉しいです。今日いろんな美味しい食べ物を食べていろんなところまで見に行けて私がすごく満足です。みんなさんのコメントいつもありがとうございます。クーポンコードメルちゃんの VPN をぜひ使ってみてください。この動画好きだったらグッドボタン、まだチャンネル登録してない方はチャンネル登録お願いします。また次の動画で会いましょう。バイバーイ。